記しておいてお話しするようにお願いいたします。ワインに関する問い合わせは関東地方の市場にお越しください。本日は大勢のお客様にお越しいただいております。足元も暗くなっております。他の客様のサービスとも思わぬ事故につながる恐れがあります。ご帰る際は警察官や警備員の誘導に従い、もしやまず足元に十分注意してゆっくりとお進みくださいますようお願いいたします。海岸出入口のトンネルはお帰りのお客様が集中すると大変危険です。警察官や警備員の誘導に従い、もしやまず足元に十分注意してゆっくりとお進みくださいますようお願いいたします。警察官や警備員の誘導に従い、もしやまず足元に十分注意して準備よくお進みくださいますようお願いいたします。お子様様の方は決してお手を離さないようにお願いいたします。前の問い合わせは海岸中央の海岸方面までお越しください。なお、ゴミは各自お持ち帰りしてください。お家の前後に置き去りにしないでください。皆様のご協力をお願いいたします。臨時駐輪場は9時に閉鎖します。臨時駐輪場をご利用の方は午後9時まで必ず退出してください。また人混みの中ではバイクや自転車を降りてお支払いしますようにお願いいたします。場内係員の誘導に従って順次お進みくださいますようお願いいたします。またマイクは大変増えております。お子様連れの方は決してお手を離さないようにお願いいたします。前に2回するご用事は海岸中央の監視所にお越しください。このトンネルは他の客様が集中すると大変危険です。警察官や警備員の誘導に従い、もしやまず足元に十分注意してゆっくりとお進みくださいますようお願いいたします。警察官や警備の誘導に従い、押し合わせ足元に注意して準備よくお進みくださいますようお願いいたします。お子様連れの方は決してお手を離さないようにお願いします。前の問い合わせは大変注意してお手を離さないようにします。なお、ゴミは各自お持ち帰りしてください。途中の道路に置き去りにしないでください。皆様のご協力をお願いいたします。すいません、写真撮ってもらえますか。はい、ありがとうございます。いや、ゴールドカメラ、はい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 、ご来場の皆様にお願いいたします。本日は温泉の客様で大変混雑しております。足元も甘くなっております。他のお客様を襲いますと思わぬ事故につながる恐れがあります。他の皆様、警察官や警備員の誘導に従い、押し合わず足元に十分注意してゆっくりとお進みくださいますようお願いいたします。集中すると大変危険です。警察官や警備員の誘導に従い、押し合わず足元に注意をしてゆっくりとお進みくださいますようお願いいたします。警察官や警備員の誘導に従い、押し合わず足元に十分注意して順序よくお進みくださいますようお願いいたします。お子様連れの方は決して手を離さないようにお願いいたします。迷子の問い合わせは海岸中央の海岸方面までお越しください。なお、ゴミは各自お持ち帰りしてください。途中の道路に置き去りにしないでください。皆様のご協力をお願いいたします。臨時駐輪場は9時に閉鎖します。臨時駐輪場をご利用の方は
9時まで必ず外出してください。また人混みの中ではバイクや自転車を持ったらご自宅に停止するようお願いします。場内係員の誘導に従って順次お進みくださいますようお願いいたします。またマイクは大変増えております。お子様さんの方は決してお手を離さないようにお願いします。マイクに関する問い合わせは朝だけでも。